今回は税金の種類についてお話ししたいと思いますが、種類もいろんな分け方があります。その中で誰どこに納めるかという観点で分けた場合に、税金を納める先は大きく2つですね。国と地方公共団体になります。国というのは日本国でして、日本国に納める税金としては所得税、法人税、相続税、消費税、贈与税みたいなものがありますね。税金のイメージとしては結構重いイメージになります。なかなかイメージ税金のイメージってつかないかもしれないですけども、かなり重いがっしりした税金というものになります。で、国以外は地方公共団体ですので、主には都道府県ですね。私の場合静岡県に住んでいますので、静岡県に払うものや、あとは市町村、私は静岡市に住んでますので静岡市に払う税金になります。で、主なものは住民税とか固定資産税、消費税の中の地方消費税なども、こちらになります。あとは自動車税とかですね、このような、税金が地方公共団体、都道府県や市町村に納付するものになります。はい。で、繰り返しになりますが、税金の種類としては納める先で2つに分かります。国か地方公共団体の2つです。